こちらの方なんですけどね、先ほどから紹介させていただいている、僕が前からね、やらせていただいている、レトロゲームのね、ロム関係1万本以上の在庫を紹介させていただきますという企画なんですけど、まあ、ほとんどがね、ダブってます。うん。それは以前からも、だいぶ前からの動画でもね、動画の中で言ってますんで、なんたらかんたらがね、何万個、なんたらかんたらが何万個とは言ってるんですけど、僕、ほとんどがね、わざとダブらしてるんで、ほんで、それでね、異常な数があるんですけど、それを収縮するとね、その、ダブってるのを除外して、こう、収縮するとも、だいぶ数が少ないんですけど、まあ、それでもね、だいぶ、数があったりとか、ほんでね、同じものでもね、なんて言うんですかね、買った時の値段が違うとか、そういうのもあるんでね、まあ、そういうのも楽しんでいただけるんじゃないかなと思って、またね、こちらの方、ロム系の続きをさせていただきます。これですね。パイロットウィングズです。これね、間違ったらごめんなさい。これもね、以前紹介したんちゃうかな。ただね、こんなお邪魔感みたいな、こんなほら、二つもこんなシールがくっついたんじゃないのと、ほら。うわ、これ、すごいね、これ。これ、どうやったらこんな黄ばみ作れるんでしょうね。なんか書いてるけど、これ消されてますね。なんか名前かなんか書いてたんかな。うん。僕ね、以前紹介したの9円やったんちゃうかな、買った値段ね。うん。ま、これもダブルです。ま、パイロットウィングスは未だにプレミアついてないですね。うん。あ、これもね、以前どっかで、紹介したんですけど、お邪魔感じゃなかったと思うんですよ。で、9円とか50円ちゃうかったかな。だからこれもね、いっぱいダブってると思います。うん。これもね、多分ね、40本とかいっぱい持ってると思いますよ。僕この三頭身のね、このスーファミのこのキャラクター好きなんですよ。わかります？これと、まあこれもここ上置きますね。あ、これ、魔法陣ぐるぐる。ぐるぐるはね、確か2種類あったと思うんですよ。間違ったらごめんなさいね。赤のこの表現のカセットと、もう一個ね、黄色っぽい感じの表現やったんかな。うん。これ10円やったらまあ安かったと思いますよ。でね、エニックスから出てますね。この時期のね、エニックスのゲームって全部外れ基本ないんですよ。ほんで、僕個人と、僕の周りが言ってることで間違ってたらごめんなさいね。プレイステーション1の途中までのエニックスはまあまあ良かったんですけど、そっから以降のね、エニックスですね。なんかこう、まあ、外れが多いって言ったらなんかちょっと嫌な言い方なんですけど、なんかね、いい、なんか作品があんまないですね。まあ、それは、あくまで僕が個人的に思うのと友達が思ってるだけなんでね。うん。こちら。あ、これがね、セーラームーンのこれ、ありふれてた方ですね。当時これ10円で買えたっていうのは安いんですけど、これね、セーラームーンもね、なんかね、5本ぐらい種類あったんちゃうかな。パズルゲームとかね。うん。で、それの中で一番ありふれてた、一番安いタイプやったと思います。うん。これね。まあ、どっちにしろ10円で買えたっていうのは安いんですよ。うん。まあ、でも未だにこんな値段ちゃうかな。オークションとかでも価値ではね。あ、これね、飛竜の剣 S ね。これもね、こんなもんや思いますわ、未だに。あ、これもすごいね、この黄ばみね。と思うんですよ。間違ったらごめんなさいね。これがね、今回これ黄ばんでるから当時もこれこんな10円で売られてたんですけど、これがね、黄ばんでようが黄ばんでまいが、この裸の状態オンリーだったらね、ハードオフでもね、未だにこれ100円で売ってると思います。これもね、飛竜の剣シリーズってだいぶ出てて、だいぶね、玉数っていうか、この、商品の数が多いんで、出荷っていうか、こう、作った数かな、多いんでね、あんまり価値ついてないですね。やったら面白いんですよ。パパッとだけやったことあるんですよ。コッシャとかそれはないんですけどね。あ、これダブってますね。さっき下の方で一回言ったと思うんですけどね。あれ、50円やったかな？ 100 円やったかな？うん。ほら、こんな汚れじゃなかったと思うんですよ。これね。まあ、50円って安いと思います。あれ？まあね、ちょっとお友達なんですけど、ちょっと今出れないんでね。もうちょっとまた後で電話かけ直します。
あのね、電話がね、取れない位置にあるんですよ。でね、ソードワールド SFC ですね。これもね、だよ。こんなもんちゃうか。また後で出ますね。電話ね。うん。ソードワールド SFC。まあ、こんなもんです。うん。これもね、全ありでね、間違ったらごめんなさい。全ありで、ハードオフで100円で売られてますね。うん。誰かが、紹介してました。うん。全ありで100円で買えたのは、嬉しかったんですけど、まあ、未だに昔で、ごめんなさい。昔も未だにね、そんなについてない100円ぐらいですねっていう、ハードオフのね、買ってきた動画の紹介見せていただいたら、5、6人ぐらいいたかな。だからやっぱりね、価値ついてないですね、未だに。あ、これね、ファーランドストーリー。これ1の方かな ?2 もあったと思うんですけど、これ10円ですね、当時ね。あ、これ綺麗な状態ですね。まあ、綺麗な状態で10円やったら、これお得、お買い得やったと思います。これね、これもね、やったら面白いんですよ。でもね、これもね、ちょろんとやっただけでちゃんとやってないですね。はい、ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。なんか今日あれですね、ぬくいやら寒いやらわからんね。あ、これ安かったと思いますよ。雷電伝説10円。これは安いですね。うん。今も当時も。でもね、これね、裏がね、うん、茶番出ますね。どうやったらこんな色作れるんでしょうね。うん。これわかる人いたら教えてください。どう考えてもこれね、僕、ヤニやと思うんですけどね。タバコのね。うん。雷電伝説。これ難しいですよ。ライデンシリーズですね。うん。あ、これほら、最初に紹介した時の悠々白書ね。10円ですね。うん。これが、三国志のこれね。これ、昔もね、こんなもんちゃうかな。うん。三国シリーズはね、プレミアなんか何もついてないですね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。で、これがね、女神転生 1&2。これ10円安かったんちゃうかな?うん。これまだ言ってないね。旧約女神転生の 1&2。これ10円はね。うん。初めてやと思います。これだいぶお得だと思いますよ。うん。痛い痛い痛い。ちょっと待ってください。ほんでね、あとはね、中途半端っていうか、なんか実はね、これね、僕えらいこれ混ぜてますね、僕。うん。あ、出てきた、出てきた。前僕ね、いいっすね、もっとたくさん持ってるって言ってたと思うんですけど、やっぱ出てきましたね。ま、これもまた一部なんですよ。ほんの一部なんですけど、ちょっと待ってくださいね。またこれ食い切ろうかな。はぁ、やっぱそうやね。ちょっと待ってね。一回これ区切りますね。はい。これでね、一回スーパーファミコンのね、ロム系の紹介をごめんなさい、終わらせていただきますんで、またね、私のね、動画の内容がいいと思ってくださる方、ぜひ、チャンネル登録とコメントの方ね、よろしくお願いいたします。